ラーム・イスラエル・エマニュエルはアメリカ合衆国の政治家。第55代シカゴ市長、バラク・オバマ政権にて第23代大統領主席補佐官などを歴任した。2021年8月20日に、ジョー・バイデン大統領により、中日アメリカ合衆国大使に指名された。1959年11月29日に、イリノイ州シカゴに誕生する。彼の父は、 イスラエルのエルサレム出身のユダヤ人小二会であり、母はシカゴ出身の X 戦技師である。二人は1950年にシカゴで出会った。兄のエゼケールは医者、弟のアリエルは映画会社では有名エージェントである。1981年にニューヨーク州のサラ・ローレンス大学を卒業し、1985年にはイリノイ州のノースウェスタン大学に入学した。 学部在学中には地元の連邦会員議員の選挙にボランティアで参加したこともある。また1991年の湾岸戦争ではイスラエル国防軍に民間ボランティアの資格で参加し、イスラエル北部の基地でトラックのブレーキ修理をしていた。つまり、イスラエルとの二重国籍を持ったシオニストで自他共に認めるユダヤロビーの一人であると反ユダヤ的イデオロギーの 強い敵対勢力から中傷されることがある。エイミー夫人は結婚直前にユダヤ教に改修してユダヤ人になったため、現在二人の間にはユダヤ人の一男二女の子供がいる。ビル・クリントン前大統領の大統領選挙に対する貢献から、1993年から1998年までビル・クリントン政権の政策に関する上級補佐官となった。 毒舌で攻撃的な面があり、ビル・クリントン政権時代には同僚から乱暴とのあだ名がついたほどである。また政治ドラマのザ・ホワイトハウスに登場するホワイトハウス自責補佐官、ジョシュ・ライマンのモデルだとされている。1998年にホワイトハウスを去った後、2002年まで投資銀行に勤務していた。 MBA を持たず銀行勤務の経験がなかったが、1999年には重役に就任した。2002年にイリノイ州選出の会議員となり、2003年から2009年まで3期6年、務めた。2006年の会員選挙では、選挙対策委員長として民主党の過半数獲得に尽力した。2009年1月20日に発足した。 バラク・オバマ政権で23代目アメリカ合衆国大統領主席補佐官に就任後は民主党内をまとめ上げ特に党内でも反対論の多かった医療保険制度改革法の成立に尽力したシカゴ市長選挙に出馬するため2010年10月2日付で大統領首席補佐官を辞任2011年2月22日に55%の 得票率でシカゴ市長選挙に勝利し、同年5月16日にユダヤ人として初めて55代目シカゴ市長に就任し、2015年4月7日に再選された。2019年のシカゴ市長選挙には出馬せずに5月で退任した。2021年2月、中日大使候補の一人として報道され、8月20日にジョー・バイデン大統領により、 エマニュエルが正式に中日大使に指名された。シカゴ市長時代にあった警察当局による黒人少年射殺事件への対応を問題視する向きもあり、5月には民主党を支持する左派団体が中日大使指名に反対する声明を行っており、上院での承認には不透明さもあるとの報道もある。ありがとうございます。